皆様こんにちは。本日はマグアスアートスクールにようこそいらっしゃいました。このライフスタイルセミナーは、アートは好きだけれども、自分でまだ購入したことはない、美術館に行くのは好きなんだけれども、ギャラリーはちょっと敷居が高い、そんなふうに考えていらっしゃるアート購入初心者の皆様に向けて、アートの日常的な楽しみ方をお伝えする、セミナーです。全4回になっておりまして、本日で3回目となります。申し遅れました。私はこのセミナーのモデレーターを務めます T ジャパン編集長の山木文子と申します。 T ジャパンというのはアメリカの新聞ニューヨークタイムズが発行している T マガジンという雑誌があるんですが、そちらの日本版になります。アートの記事を取り扱うことも多いんですけれども、私自身はそんなにアートに詳しいわけではなくて、皆様と同じ、まさにですね、ちょっと買ってみたいけれどもなかなか一歩が踏み出せないなという、ところにおりますので、このセミナーを通して皆様と一緒に、勉強しているところです。で、本日はですね、いよいよ、実際にアートをコレクションしている方に、おいでいただいておりますので、ゲストを紹介させていただきます。会社経営者でいらっしゃって、現代アートのコレクターでもいらっしゃいます、笹川直子さんです。よろしくお願いいたします。笹川さんのですね、ご経歴をちょっと私の方から読ませていただきます。まず1968年のお生まれで、1989年に山脇学園短大を卒業されて、株式会社野村総合研究所に入社されます。で、社会人1年目で初めてアート作品を購入されたそうです。2000年株式会社クイーン設立に参画され、2005年ヘアケアブランドウルオッテを立ち上げられて、2010年同社の代表取締役に就任されました。絵画、写真、映像、メディアアート、VR とジャンルを問わずアートをコレクションなさっているということです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。アートのコレクターって言いますとね、一般的なイメージでは、なんか華麗なる一族のお屋敷みたいな、ああいうところにこう絵画とかが飾ってあって、こう先祖代々のお宝が眠っていたりとか、あとあるいは最近だとね、こう IT で財を成した方がちょっと投資的に買い集めたりとか、イメージとしては何というか、こうどちらにしろこう庶民からはやや遠いかなみたいなイメージがあるんですけれども、先ほど伺った笹川さん、一番最初は普通の会社員でいらっしゃった、はい、っていうことなんですが、はいはい、本当に、短大卒業して、はい、いわゆる普通の企業に、はい、お茶組 OL って昔はねいたんですけどそういう、もう普通の OL として入社してっていうところで、はい、買うきっかけっていうのは、はい、やっぱりその本当に普段の日常っていうのは、会社に行く、帰る、うんうん、で土日はちょっと遊ぶとか、当時はねこう割とそういう時代、そうですね、今もそうですかね、はいはい、で何かやっぱり実はその私自身がその本当は美大に行きたいなっていう気持ちもちょこっとあって、あ、そうなんですか、ただ、はいはい、高校の時にちょっと病気をしたりして、うん、でそれはかなわなくって、本当に普通に、付属のこうエスカレーター式に人生をこう歩んでいた、はい、でもやっぱりちょっと何か、アートとかそういった方面は好きで、で、そうですね、ギャラリー巡りみたいな美術館巡りをちょこっと一人でしていて、でその実は最初に買った作品っていうのは、はい、母の知り合いがやっていたギャラリーで、はい、でそこに見に行った時に、なんかこう何を思ったかこう突然、勧められたっていうか、その、好きで買ったんですけれども、ちょっとじゃあそのスライドを見ながら、はい、ご説明してまいりましょうか。はい、こちらの一番左の豆の作品っていうのが最初に買った一品なんです。はいはい、でこれはそうですね、高さが2m50ぐらいあって、そんなに大きいんですね。はい、結構大きいんですよ。でただ畳める作品なんです。畳めるというのは素材が、
はい、ベッドカバーかなんかに書かれていて、フランスのクロード・ビアラっていう作家さんなんですけれども、はい、シュポール・シュルファスといって、生活の何かこう例えばテントとか、はい、本当にベッドカバーとか、はい、そういった日常の布をキャンバスに見立てて、そこにこの豆型の、なんかものをずっと同じように描いていくというか、はい、そういう作家さんで、これ今お家のお部屋に飾ってある状態を撮ってらっしゃるんですか？そうですね、これは昔住んでいたマンションの和室にちょっと普段はかけてなかったんですけど、たまたまちょっと、まあ、布なんで普段しまっておけるって、それで広げてみた。スペース的にそうですね、はい、割とこう扱いやすかったっていうのもあるんです。キャンバスだとしたら結構そのね、かさばりますし、いやこのサイズでキャンバスだとちょっとね、そもそもお家入るのかしらみたいな感じになってしまいますもんね。まあ、何しろだからそのギャラリーの方にもこれは畳んで置いておけるよみたいなことを言われて、それもちょっとおすすめの、はい、ポイントではあったんですかね、もしかしたら、ね、そうですね、なんかそこになんか二十歳で、まあ、あんまり物も考えてない二十歳で、すいません、本当に、まあ、バカだったから買ったとも言えますよね。いやとてもそんなことでは片付けられないでもね、同年代なんですよ、経歴先ほど拝見して。で、まあ、当時ね、私たちが会社に入った頃ってまだバブル期だったんですけれども、私の周りではブランドバッグをたくさん買ってる人がいたんですけれども、現代アートをねそこで買うっていう人は私の周りではちょっといなかったので、自分も含めてこういうところに二十歳で飛び込むっていう、その思い切りはすごいなと思ったんですけど、ちなみにお値段ってお伺いしてもらって、はい、まあ、これは120万ぐらいで確か買いまして、20万円、はいはい、で、まあ、もちろん払えないですね、1回では。で、まあ、20歳ですもんね。20歳、まあ、何しろ入社して本当にもうね、すぐというか、それで、ボーナスでなんか分割で払ってくれればいいよみたいに、まあ母の知り合いのところだったんで言ってくれて、あ、じゃあっていうことで、まあ、ボーナスのたびにこう貯めたお金を納めに行くっていう、はい、もう2年がかりでお支払いをしましてようやく手に入れたんですけれども、はいはい、だからバッグも買えなくて、いや買えないというか、はい、そうですね、いやでもやっぱりね、120万円、まあ、新人 OL 時代に、はい、ね、それだけやっぱりこうポンって思い切れたっていうのは、ご自身では今思うとどう、あの時の自分よくやったっていう感じですか？ね、どっちかよくわからないですけど、うん、まあ、結果としてその、まあ、一生の趣味というか、本当になんかライフワークになる、はい、こう楽しみができたっていう意味では、はい、当時の自分は、うん、よくやったとは、うん、まあ、今になれば思ってますけども。そうですよね、まあ、結構ね、支払いは大変でしたね、はい、当時まだね、お茶組 OL の、はい、給料で払ってたわけですもんね、はい、もう本当に、まあ、でもそういう笹川さんが、まあ、こうやって今や、まあ、コレクターっていう風になられたっていうのを伺うと、うん、まあ、ちょっと私たちにも一縷の望みというか希望が見えると言いますか、全員に希望があると思います。いやいや、本当に勇気づけられるお話だと思うんですけれども、うん、じゃあこの作品をきっかけにその後、はい、まあ、まあ、コレクターと言われるまでにこうなっていかれるその過程といいますか、そうですね、はい、そのあたりをちょっと伺えれば、まあ、はい、はい、ありがとうございます。でこれはその昔住んでた、まあ、マンションに飾っていたもので、まあ、同じギャラリーで買ったんですね、ハーチョンヒュンさん、はい、まあ、ハーさんって呼んでる、この方はこの、キャンバスを自分で麻布で貼っていて、で裏に絵の具をわーっと塗って後ろからプッシュして、はい、そしたらポツポツポツって表に出る、それをこう描いてるっていう、そのコリアンモノクロームって、まあ、今言われるんですけど、はいはい、そういう流派っていうんですかね、うん、そういうところの作家さん、うん、で結構ペインティングが
割と壁にこうかけても邪魔にならないなっていうか。なんかさっきからそのあたりがポイントに、邪魔にならないとか折りたためるとか、はい、一緒にやっぱり暮らすっていうことを考えると、なんかこうすごいこう派手で素敵なものとか、はい、インパクトあるものって一緒に暮らすときにちょっと毎日見てると負担になるというか、精神的にも圧迫感あったりするんですけど、はい、私最初の頃はこういうミニマムな作品が好きで、で結構そのまあこれは皆さんご存知、草間さんのあのかぼちゃも昔、そうですね、なんかちっちゃいオークションで買ったんですけど、当時はすごい安くって、で買うことがたまたまできましたね。はい、でこうやってこっちこれが玄関に飾っていって、はい、でこの右のこの2つ左右のこのガラスのボトルは、はい、新婚旅行でベネチアに行ったんですけど、はい、でその時に買ったガラスの、まあ、置物なんですよ。で93年に結婚したんですけど、ちょうど草間さんが、はい、ベネチアビエンナーレの日本代表で、日本館が本当にかぼちゃになってて、で私はそれ見たくて、5月に結婚したんですけど、新婚旅行はちょっと遅らせて6月にベネチアビエンナーレに合わせて旅行に行ったっていう思い出がビエンナーレ合わせの新婚旅行に行かれた。はい、旦那様も現代アートには興味が、はい、それがですね、全然なんか結婚前はなんか自分アート好きだみたいなことを言ってて、はい、なんか一緒に美術館にちょっと遠い美術館が車で連れてってくれたりってして、はい、うん、あいい人だなって思ったんですけど、結婚した途端になんかそんなになんかアートは自分のお金で買ってくれとか言われてって思ったんですけど、私もなんかまあそれももっともだなってなんか、うん、納得して、うん、で買えるように、まあ要は結婚して昔だから、はい、結婚退職しちゃったんですよ。社内結婚なので、昔って結構そうですよね、同じ会社にいられないっていうしきたりがあって、そうですよね、まあ、今聞いてらっしゃる方の年齢にもよると思うんですけれども、そうですね当時はね、はい、そういう社風というか割と当たり前の時代でしたよね、はい、うん、そういうことね。そうですね、だからまあ私は結婚と同時に辞めたんだけど、買って、うん、はい、自分のお金で買えて、お金がないわけじゃないですか。そうですよね、はい、辞めちゃったわけですもんね、はいはい、もうだからそこからやっぱりそのコレクションするには多少もうバイトでもいいから仕事しなきゃと思って、はい、もう歯を食いしばってっていうか、はい、まあ、働いている延長線上に今の仕事もあるんですけれど、うんうん、はい、そういうなんか、まあ、ご苦労と言ってはあれなんですけれども、まあ、そうですね、そんなにこう順風満帆にこう、はい、そうですそうです、コレクションも進んでいったわけではなくって、はいはい、でも、まあ、その仕事が、まあ一旦退職されたところから、やっぱりこう、アートを買いたいっていうお気持ちもあって、はいはい、お仕事をまた改めて始められたっていうことなんでしょうか。はい、もうバイトからやってました。ああそうですか、はい、もう乏しい資金をいや集めてみて、ますます なんていうかこう希望が持てる感じになってきましたけど、はいはい、まあ、そうですよね、はい、はい、で次のあこれはその西郷、はい、ちゃんって北京オリンピックで、はい、あれですよね、ファイアーワークをなさった、はいはい、された作家さんで、まあ、今すごい有名な方なんですけど、94年に、はい、1回だけ東京で東京画廊っていう、まあ、今も有名な現代アートのギャラリーなんですが、ここで個展をされて、はい、でこの翌年にもうアメリカに渡っちゃったんですね。で、サイさんの作品はすでにもう美術館、茨城の美術館とかでも展覧会やられたり、うん、はいはい、あと川崎市民ミュージアムとか、はい、結構大きい大作が多くって、うん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 、でそういうところで見てはいたんですけど、でこの時その東京ガロナ そのインスタレーションの結構大きい作品も、はい、当時なんか売れなくて、ガロさんがバラ売りをしたんですよ。あ、へでこういう炎についてっていう展覧会で、はい、このこういう土器をなんか50個ぐらいバーっていっぱい焼いて、はいはい、でそれを置いて真ん中にそのファイアーワークのこの火薬の、はい、なんだろう、ドローイングっていうんですかね、うんうんうん、をシュッて置くっていうかっこいい展覧会だったんですけど、
のバラバラになって、これがその50個ぐらいの、これはまあ1個本当に5、6万へっていうんで、あ、買いますとか言ってまあバイト生活だったからもうすごい、はい、まあ、5万円とかだったら、うん、まあ、彼の作品を見てすごく感銘を受けてたんで欲しいと思って、で買いました。はあ、うん、まあ、バイト代で5、6万だったらなんとかいけるっていう、っていう感じですよね。はあ、でもサイさんの作品、うん、今ではそうですね、とても5、6万で買えるものはおそらくないですよね。そうですね。でこのあと2015年に横浜美術館で、はい、大きい開国展があった時に、はい、ご本人にもお会いしていや私持ってるんですみたいな話をできて、すごい嬉しかったですね。あ、はい、それは嬉しいですね、はい、そういう思い出の作品です。なんかサイさんリアクションありましたか？あ、すごい喜んでくれました。やっぱり本当ですか？はい、そういうのは嬉しいですね、作家さんご本人とね。そうですね、はい、もう私もすごい大切に持っているので、うん、はい、でこちらは、皆さん万麗っていうお名前はご存知の方多いと思うんですけど、うん、本当に美術の教科書とかにも載っている有名な、うんうんうん、はい、写真家の方、写真家さんです、はいはい、でこれもやっぱり80年代後半に結構セゾンミュージアムって池袋にまだあった時代に、うんうん、はい、大きい展覧会があって、はい、で見てたんですけど、たまたまその当時ニカフっていう日本がまだバブルだった頃に国際展があったんですよ、はい、横浜とかでやってたんですよ、はい、そこになんか写真のギャラリーが万麗の作品を売ってて、あれこういうの買えるんだって私もびっくりして、はあ、なんかこう美術館に出てるのって買えるっていう思ってないかったんですよね。あれと思って、はい、売ってるんだと思って、あ、じゃあそれまではあんまりこういうものが買えるっていう認識はなかったっていうか、そうですね、まあ、ね、はい、もう本当にもう歴史的に、まあ、有名な方というか、そうですね、もう亡くなってるし、美術館に、ね、飾られているようなものだったりっていうのが、でも、あ、買えるってなったらやっぱり、はい、びっくりしてもう欲しくなっちゃって、っゃもうおバカさんだからいやいやいやもうなんかまあ、でついでに説明しますと、結局そのこれはモダンプリントって言って、はい、その万麗自身が焼いたんじゃなくて、うんうんうん、ピエール・ガズマンという、まあ、焼き師っていうんですかね、はい、そのプリントする人がいて、はい、その方のモダンプリントなんですよね。だから、まあ、割と買えた、はい、何十万かで買えたんですけ ど、 なるほど、でその、まあ、カタログに載っている作品だしみたいな、うん、なんか飾ってもかっこいいんですよ。いや素敵ですよね、うん、でよ、まあ、大喜びで買いましたね、はあ、これいつぐらいにそれ買われたのは、これはね91年とかですかね、うん、はい、その頃お仕事はまだしてましたね。だからまだお金がちょっとあったんでしょうね、うん、そう、ね、笹川さんの歴史とともに、そうですね、作品を振り返ってる感じですね、はい、ありがとうございます。